Hi everyone, good to see you, to see you good. 突然ですが、ここにヘビがいたので、今 YouTube にアップすることに決めました。桜はちょっと散り始めになってますね。はい、ここが鉄やぐらの再現したものです。この辺は武具所があったみたいですね。本日4月の8日、愛知県に来たので、ついでに朝ドラ虎に翼のロケ地巡りをしようかと思いましたが、人身事故の影響で東海道線のダイヤが大幅に乱れてしまったので断念せざるを得なくなりました。従いまして、代わりにここ豊橋市で昔の朝ドラエールのロケ地となったところを撮影しております。はい、YouTuberです。ここ昔の朝ドラのエールのロケ地になったところなので、あっちにヘビがいますよ。本当ヘビがいるから YouTuber として動画撮ろうと思って、ついでに朝ドラのロケ地を撮ってる状況なんです。どちらからお越しですか？あ、市内ですね。はい、豊川。昔懐かしいので、そう、豊川と言ったら豊川高校今年の選抜出ましたね。すぐ負けちゃったけどね。あ、昔豊川高校の応援席に行ったことあるから、甲子園の、沖縄尚学と対戦した時に、僕がです、豊川高校のアルプス席に入ったら先生とかにがもう普通のお客さんまでリードしてしゃがみますとか。皆様ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録もお願いいたします。